札幌ドームで来月いよいよあの一大イベントが開幕。日ハムと帰らんかったんや。エスコンは嫉妬してそう。下水道店かなって思ったら下水道店だった。ようやくやな。書き入れ時やね。待ってたわ。実際面白そうではある。と平日でしかも殺度なんて誰が行くんや。4連戦で何人入るん？野球だとせいぜい3連戦。でもこのイベントはなんと4日間開催。下水道店って何するん？ろ過装置とか売り込む系？市民がフラッと行ったら入れるようなイベントなんかな。飲食はキッチンカーが10台くらい並んで屋台村みたいになってるとこで。パフォーマンス、札幌南書道部、国際情報吹奏楽部、平岸天神。でも事前登録必要なんやろ？そこはまあ、当日受付でも。うんかはマルシェ、こちらのショップでは、うんこがデザインされた、トートバッグ、ステーショナリーなどのグッズやお菓子など、いろいろ取り揃えております。ぜひお立ち寄りください。怒涛のうんちグッズで草。下水道店もっと気楽に行けるようにしてくれよ。別に赤字なんか問題ないやろ、その分税金で補填するだけやし。毎年やればええと思ったら持ち回りなんやな下水道店。下水道店って何やるんや？下水道の歴史でも学べるんか。今の下水道設備とか最新技術がメインじゃね？下水道抜きにしてもこの手のやつって業界人しか来なくないですか？食品展示会とかならまあ一般人も来そうだけど。メインの観覧車は地方自治体の下水担当らしい。でも一般の人も観覧 OK なんだとか。なお今度やるのは10年後の模様。下水道店行きたいけど、仕事あるから余裕で無理やこれ。そら業界の人が仕事のために見に行く展示会やからな。商談会とかそういうのがメインやから平日に行うんよな。まあ、一般人も入れるっぽいし行ける人は行ってみたらいいんじゃね。こういうの見るだけで楽しいから。